洞窟物語は開発室ピクセルによって制作されたフリーゲーム。ジャンルはサイドビューのジャンプアクション、もしくはシューティングアクション。アクションロールプレイングに分類されることもあるが、成長の概念はなく、どちらかというとアクションアドベンチャーに近いゲームシステムである。開発者、アマヤ大輔 GDC2011 スピーチの壇上にて、2004年11月に、 テスト版が公開され、フリーのオンラインソフトとして2004年12月に正式なバージョンが一般公開された。一時配布元は開発者のウェブサイトとベクター。窓の森とベクターにレビュー記事が掲載されている。ゲームパッドに対応。パッドでのプレイには3ボタンが必要となる。キーボードでもプレイ可能である。ファミコン時代を彷彿とさせるレトロな雰囲気のアクションゲーム。 本作がレトロゲームと評される理由に独特の絵柄やジープな音源といった要素のほか、主人公が自分語りをしない物語を語りきらず、プレイヤーに想像の余地を残すといった様式が挙げられる。個々のエリアが広い地形、何回も挑戦し、パターンを覚えて攻略するボス戦、注意深くプレイしないと手に入らない隠しアイテムが多くあるなど、手応えのある。 ゲーム内容も特徴である。個人制作のゲームでありながら、一度の作り直しと、ベータ版をプレイしたユーザーの意見を取り入れた1年間のバランス調整、改良を経て、開発に4年の歳月を費やして作り込まれている。マルチエンディングを採用しているが、真のエンディングへの分岐が非常に気づきにくいところに隠されているため、初回プレイ時はほとんど通常エンディングルートに入る。 通常エンディングルートにおいて、作中メッセージで真のエンディングへの分岐条件を匂わせる箇所がある。真のエンディングに向かうための最終ステージでは、特定の隠しアイテムを入手することによってタイムアタックが可能。開発者によって公式に配布されているバージョンは、Windows でのみ動作するが、ファンの手により、MacOS 1 Linux など、いくつかのプラットフォームに移植されている。 同じくファンによって表示メッセージを英語化するパッチが作成され、日本国外からもファンを獲得するに至り、いくつかの海外のゲームレビューサイトで本作が取り扱われている。海外のファンの手により、独自に PSP や Nintendo DS への移植が行われた。海外では、ケーブストーリーという題名で親しまれている。2008年10月3日、Nintendo of America のプレスリリース。 および開発者のサイトにおいて、海外向けに WiiWear 版の配信が発表された。2010年9月には、北米向けに Nintendo d a s h w e a r 版の配信が発表された。2010年11月29日配信。2011年3月に、米国で開催されたゲームクリエイターのための会議、GDC2011 に、開発者が出演し、本作についての講演を行った。 2012年には雑誌タイムで歴史上で最も偉大なゲーム100のうちの1タイトルに選ばれた。暗い洞窟の中で突如覚醒した主人公。古ぼけた銃を手にし、迷ううち耳ミミーと呼ばれる種族の村にたどり着く。村はドクターと呼ばれる人間とその配かの脅威にさらされ、耳ミミーたちが次々と拉致されていた。そんな中、主人公の前へ、 耳側の、スーを探して、ドクターの配下が現れる。そして、スーと間違え、トロシを連行していった。主人公は、スーがかくまわれていたという、アーサーの家へとたどり着く。そこには、転送装置があった。主人公は、転送装置による冒険を続け、スーの兄、カズマやブースター博士と出会う。彼らによれば、ドクターは、 戦争を始めるために赤い花を集めているという。ドクターとは何者なのか、そしてさらわれた耳側はどこへ行ったのか。主人公は脱出手段を、そして失われた己の記憶を求めて洞窟をさまよう。かつて悪魔の王冠の破壊を任務として島へ派遣された二人組。十年前に島で起きた出来事によって記憶をなくしてしまった。洞窟内に住み、 花を主食とする種族。垂れ耳で白い毛並みに覆われたウサギか犬に似た外見をしている。赤い花を摂取すると凶暴化して最終的には死んでしまうとされている。地上から島を調査に訪れた人間の一団。本作の舞台は通称島である。正式な名称は作中で明らかにされない。この島は地上のはるか上空に浮かんでおり。 それは島に潜むコアの能力によるものである。戦闘に、がついているものは、はっきりした戦後が不明のもの。このゲームで登場する武器はすべて銃器や投擲武器、いわゆる飛び道具である。剣であっても相手に投げつけて攻撃する。敵を倒すと出現するエネルギーの結晶、パワークリスタルを入手することで武器が強化されていく。強化の度合いはレベルによって表され。 レベル1から最大3まで上がる。それぞれのレベルで威力や射程などが変化する。敵からダメージを受けると武器エネルギーも低下してしまう。以下の武器はストーリーの展開に伴い特定の武器と交換することで入手できる。交換対象の武器と同時に持ち歩くことはできない。ブレードと交換で入手する際同じキャラクターに話しかければ、 再交換可能であるが同時に持ち歩くことは不可能。ポーラスターとの交換で入手する再交換不能。片方を交換した場合はもう一方を入手することは不可能になる。スネークを入手した場合もポーラスターがなくなるため入手不可能になる。ポーラスターとファイアボールとの交換で入手する再交換が不可能。上記のポーラスターと交換する武器を入手している。 場合は入手不可能になる。本作のステージを記述する。各エリアに点在する固定位置の安全地帯に配置されたセーブポイントで進行状態の記録が可能。セーブポイントはフロッピーディスク上の物体として表現され、調べるとセーブの可否を問うウィンドウが現れる。セーブポイントの付近にはサーバーと呼ばれる装置が設置されていることがあり、こちらを調べると 体力の回復とミサイルの補充ができる。洞窟物語には一般に公開されていない旧バージョンが存在する。これは開発者が学生の頃に開発していたもので細かい調整を残してほぼ完成されていた。しかし前日のイカちゃんのファンであった学友に見せたところ期待したほど面白くなかったと評され作り直しを提案された。この一言で このまま完成させるか作り直すかの二択に悩んでいたが、ある日、帰宅を共にした、この友人からのフリーでゲームを作っているのなら、作っている自分自身が満足することが最終的な目的になるんじゃないか。だから一番満足できるようにするのがいいと思う。という言葉で、旧バージョンをすべて捨てて一からの作り直しを決断することとなった。それから二年後、 一から作り直された洞窟物語の正式版が公開され、現在に至る。従来、同人作品では BGM 演奏にミディが用いられるが、プレイ環境に依存し、演奏の再現性が悪いという難点がある。このためあたり作品では、独自開発されたオルガーニャと呼ばれる演奏ドライバが使用されている。これは、サンプリング音源をソフトウェアエミュレートしたものであり。 レトロゲームを彷彿とさせる独特の味わいがある。前作、イカちゃんでもプロトタイプであるピヨピヨが使われている。後に開発者はオルガーニアのサポートを第三者に譲り、ゲーム用音楽ドライバとしてより汎用的に使えるよう設計を一から作り直したピストンコラージュの開発に取り組む。洞窟物語は Windows アプリケーションの形態で発表されたゲームだが、 ファン融資によって他のプラットフォームへの移植や企業によって追加要素を施したコンシューマーゲーム機向けの移植が行われている。大泣き WWW によって移植が行われた。ユニバーサルバイナリーであるため、インテルマックでも快適にプレイができる。ゲーム内容は Windows 版とほぼ同じだが、一部のキーコンフィグが使用できない。 プレイステーションポータブルの非公式な自作ソフトとして U4Z によって移植が進められている。2007年11月時点のバージョンでは PSP のワイド画面に対応し動作も PC 版と遜色のないものとなっている。日本語と英語の両言語に対応。また2012年2月初旬に署名版が公開され公式 FW でも起動が可能になった。 2008年10月3日、任天堂オブアメリカのプレスリリース、及び開発者のサイトにおいて、ウィーウェア版、ケーブストーリーが発表、同時に準備中の公式サイトが公開された。開発は、米国のニコリス社、公式サイトは、同年10月6日開設。グラフィックや音楽が一新されているが、 従来の様式で遊ぶクラシックモードもあり、w i i w a r 版だけの新要素などが追加されている。海外で2010年3月22日にリリースされており、日本国内でのリリースは未定。2010年9月に w i i w a r 版の移植を担当したニコリス社によって発表された。配信日は2010年11月29日。日本での配信は同じくゲーム配信で、 ニコリス社に関わりのあったニゴロのチームと開発者の交流を機にニゴロの運営会社であるアスタリズムが配信することを洞窟物語の記念イベント放送で告知2011年11月22日に配信を開始価格は1000らしいポイントボスラッシュモードや難易度を設定可能ダシーウェア版公式サイトのブログにて10月以降に 立ち上げるとサプライズがあると意味深な言葉が開発者から語られている。2012年6月6日に配信を終了。現在は購入することができない。2011年2月、Nintendo 3DS 版の北米での発売が告知された。タイトルはケーブストーリー 3D。発売元は日本一ソフトウェアのアメリカ法人である NIS。 アメリカが担当。発売日は2011年11月8日。日本では日本一ソフトウェアから洞窟物語 3D のタイトルで2012年7月26日に発売され、レトロゲーム、クレイジークライマー、ドラゴンスレイヤー、一気のキャラクターとのコラボが行われた。本作では 2D 版をもとに 3D モデルに置き換えられ、 スーパーミートボーイなどの作曲を務めたダニー・バラナウスキーが編曲を担当している。変更点は下記の通り。また、2012年10月4日にはオリジナル版洞窟物語がニコリスより発売。日本では2015年9月30日にピッキーより発売されている。ニコリスよりケーブストーリーのタイトルで発売。発売日は マックアップストア版が2011年9月7日、スティーム版が同年11月23日、ニンテンドースイッチ版が2017年6月20日、日本のニンテンドースイッチ版はピッキーより2018年2月8日に発売された。なお、マックアップストア版は2015年に販売が終了しており、再ダウンロードはできるが、最新のマック OS ではエラーで起動ができない。 新要素変更点海外の有志による英語バージョンも存在し、独自に西部領域の拡張なども行われている。これをエミュレートする形であるが、ワンボードマイコンラズベリーパイ版も存在し、公式パイストアから無償ダウンロード可能。同じ開発者の作品にイカちゃんというゲームがある。イカちゃんは海中を舞台としたサイドビューのアクションゲームでイカに似た。 主人公を操作して海底地震によって閉鎖された空間からの脱出を図る。洞窟物語に登場するアイロンヘッドはこの作品のラストボスである。また、洞窟物語でダメージを受けずにアイロンヘッドを倒すとイカちゃんの主人公が描かれたアイテム異星人のメダルが手に入る。洞窟物語 3D に関するカテゴリ、ケーブストーリーに関するカテゴリ。 ありがとうございます。